で、まず第1曲目はオルランド弦楽四重奏団によるベートーベンのカルテット作品18-4なのですが、このオルランドカルテットは最近ヨーロッパで富にめっきり活躍しだしたカルテットです。1976年にイタリアのカルロ・ヤキーノ国際コンクールで優勝して、その翌年アムステルダムでデビューしました。とは言いましても、メンバー全員オランダ人ではなく、第一バイオリンイシュトヴァン・パルカニーはハンガリー・ブダペスト生まれ、第二バイオリンハインツ・オーベルドルファーはミュンヘン、ビオラ・フェルディナント・エルブルヒはオーストリア・ウィーン、チェロ・ステファン・メッツはルーマニアのマロシュ・バシェヘリというふうに、それぞれ皆出身地が異なっています。ただカルテットを結成する前はみんなドイツを中心にオーケストラのメンバーなどとして活躍していたようです。さて、このカルテットの名称がまた面白いんですけれど、昨日のケルビーニカルテットもメンバー全員ドイツ人系で、ケルビーニというイタリア生まれの作曲家の名前がついていて面白く思いましたが、この場合はオルランドという16世紀に現在のベルギー西部からオランダ南西部を占めていましたフランドル地方に生まれて、後ミュンヘンに活躍しました作曲家オルランド・ディ・ラッソの名前から取られた名称だそうです。まあ、彼らがカルテットの活動の本拠地としていますのはオランダなのですけれども、全部オランダから見れば外国人である彼らが本拠として借りているオランダに敬意を表して、その国の過去の偉大な作曲家の名前をつけたというふうに伝えられています。まあ、ラッソは生涯の半分以上をミュンヘンで過ごしましたので、第二バイオリンのハインツ・オーベルドルファーがミュンヘン生まれですから、まあそこら辺で少し余計親近感があったのかもしれません。さて、そのように今活躍盛りの4人で結成されましたオルランド弦楽四重奏団、まず第1曲目はベートーベンのカルテット作品18-4です。作品18のカルテットはベートーベンの初期のカルテットのセットとして有名です。全部で6曲あります。うちの第4曲目、6曲中唯一の短調で、ベートーベンには運命悲壮などでおなじみの調性破短調で書かれています。まあ、若い作曲にかける意気込みが簡潔な形式の中に凝縮されているような曲です。それでは、一昨年のチェルトナム音楽祭7月17日に行われましたコンサートから、オルランド弦楽四重奏団の演奏でベートーベンのカルテット作品18-4をお聴きいただきましょう。
Thank you.
ベートーベンのカルテット作品18の4をオルランド弦楽四重奏団の演奏でお聴きいただきました。とても澄んだ音色をコントロールの効いた弓使いで律的に端正に仕上げていたという感じがいたしました。全体としてとても綺麗なベートーベンで、若いカルテットなんでしょうけれども、非常に落ち着いた音楽作りをしている印象を受けました。